フェデリーコ一世ゴンザーガは、イタリアの名門ゴンザーガ家のマントバコ、コンドティエレ。マントバコルドビーコ三世ゴンザーガと、ヒバルバラフォンブランデンブルクの長男として生まれた。良い教育を母とビットオリノダ・フェルトレから授けられた。彼は、宮廷画家アンドレア・マンテーニャと良い友人であった。1470年まで、ミラノ公国のスフォルザ家のために戦い。 行為を継承した後は兄弟たちとマントバ公領の所有に不信した。フェデリーコ一世は傭兵としての任務も怠らず、エウゼビオ・マラテスタにマントバ管理を任せてしばしば不在であった。フェデリーコ一世は特に野心的なベネツィア共和国との戦いにおいてミラノ防御の多大な働きを示した。対ベネツィア戦でフランチェスコセッコは アーゾラを含むベネツヤ領を占領した。しかし戦後、ルドビーコス・フォルツァは、アーゾラをミラノへ返すよう依頼し、フェデリーコ一世は、苦々しさを感じつつも反対することができなかった。1484年、マントバで亡くなり、サンタンドレア教会に埋葬された。1463年、バイエルンコ・アルブレヒト三世の娘マルガルエテと、結婚。六死を設けた。 ありがとうございます。